蹴るじゃねえか。こっちだ。よし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 、あーできよし、オッケー。セーブ不要。よっしゃ、さいい。よし。ここでもか。うぜえな、お前。死んだだろ。よし、ブルードラゴンまであと一歩。ここだな。回復。さあ、ブルードラゴンに挑みます。いたー、横に並んだ。行くぞ。何も持ってない。じゃあ殺せ。盾で防いだ。終わり。よし、ベクトルー。断鉄剣、断鉄剣を入手。
けました。よし、これか。オーディンがレベルアップ。ライディーンに。おーっしゃー。力がプラス2か。よし。ああ、もう覚えてるな。これはまだか、クイックはまだか。で、あれ？あと2つある？あと2つなんだろうな。まあいいや。とりあえずテレポに戻ろう。使えるかな？テレポ使いません。じゃあ、手動で戻るか。あ、そうだ。これ使えばいい。あ、違う。アクセサリー使えばいいんだ。敵に遭遇しないように。どこだ。よし、これでよし。戻るぞ。あと2つなんかあったかな。ゴー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 。よし、えい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 。で、またすぐ戻るという。で、飛空艇に乗ってナルシャに行って、一回セーブをしようか。セーブした後に、次はラグナロクを一回見たいな。はい、移動移動。ただそれだけ。引っかかるためだけに動かしたんだよ。オッケー。そのままで。ラグナロクを手に入れたいところだけど、まだ召喚をちょっと見てみたいから、あれどこ行った？聞こえて。召喚を見てみたいから、一回セーブしないとな。セーブした後に、ラグナロクを二つ、二回見たいね。よし、オッケー。よし。ここで、武器を、最後の武器、手に入れます。とりあえずね、魔石は取ってみたよ。剣にします。それでセーブします。魔石は取ってみたよ。で、一応使ってみた。よし、超たくさんある。